家特製の雑炊や。これでもうち料理うまいやで。野菜もたっぷり、うちの愛情もたっぷり入ってるで。暑いからな、気つけて食べや。どや、おいしいやろ。おいしくない。そうか、堪忍な。今度は上手に作るからな。いらない、お母さんのご飯いつもおいしくない。だからもう作ってくれなくていい。おいしくなくても子供は親のご飯を食べて育つもんや。私一人で作って一人で食べる、ずっとそうしてきたから、これからもそうするの。泣いてるやないか。泣いてたらご飯おいしくないやろ。ちゃうか、うちのご飯がまずいから泣いてるんか。本当はおいしいの、でもおいしくないって言わなくちゃ。お母さんのこと大好きだから嫌いにならなくちゃいけないの。大好きなものは大好きでええやん。どんな親でもな、自分の命より娘の命の方が大事なんや。あんたがうちを必要としてくれるんやったら、それ以上のことなんてあらへん。うちの力であんたを幸せにさせてや。な。ほら、冷めうちに食べよ。おいしい。なんや、みすずちゃんは泣き虫やな。お母さん。なんや。ごめんね、私一緒にいたい。お母さんと二人で生きていきたい。アホ、なんで謝んねん。親子やんか。でも苦しくなったら。苦しくなんてならへん。うちは無神経でごつくばりやからな。髪の毛もずいぶん伸びよったな。うちが切ったろか。切れるの？バカにしたらあかんで。これでも手先は器用な方や。じゃあ切ってほしい。ほな、みすずが一番可愛らしく見える長さに切ろな。うん。うちな、美容師もええなって思ってて。うん。サックサックって女の子の髪切るねん。切り終わったら女の子は綺麗になってんねん。魔法みたいやろ。わ、すごく短くなってる。あごめんやで。でもなんか小さな子供に戻った気分。お母さんの子供。せやな。あのね、ここからやり直そう。ね、二人でやり直そうな。悲しい夢、また今日から頑張る。それは私ずっと続いてるの。ここからスタート。夢？そんなん忘れたらええやん。忘れられないの、私の記憶だから。夢が記憶。夢と記憶は別やで。そうだけど、そうじゃないの。私は今ここにいるけど、もう一人の私はずっと空にいるの。その子の記憶を私は夢に見てる。それでね、その記憶を思い出していくと、私は調子が悪くなっていくの。それはきっとその子が悲しい思いをしたせい、絶対に忘れられないぐらい辛い思いをしたせいなの。夢の中の私は一人じゃないの。何人も何人も悲しみを受け継いでしまっている。じゃないと私は、私たちはこんな繰り返しの中にいない。みんなでこんな悲しみ続かない。すごく楽しそうで。なんやそれ。私が終わらせるの。全然悲しないやん。その悲しみを。私
遠くから見てただけ。せっかくのお祭りなんやで、金魚すくったり踊ったりたこ焼き食ったりせなあかんやろが。お母さん、ゆきとさんと同じようなこと言うね。そうか、夏祭りもうすぐだよね。せやな、夏祭り近いやんか。忘れてたわ。お母さんと一緒に行きたいな。よっしゃ、絶対連れてったる。約束してほしいな。ああ、したる。何があってもあんたとうち夏祭り行く。それでそこで何でも欲しいもん買うたるわ。楽しみ。